はい、どうもこんばんは、ユーミンマニアです。今日はね、この動画のタイトルにもある通り、ユーミンベスト5 2020というのをね、やりたいと思います。これね、ユーミンベスト5 2020とはね、何のことじゃとね、まあ、タイトル見て、思った方多いと思うんで、まあ説明させていただくと、まあこれね、もうユーミンのガチ勢。もうユーミン歴で言うと、もう本当に幼稚園の頃から僕ユーミン聞いてるんで、親の影響でね、母親がユーミン大好きで、まあ今では母親なんかより全然ユーミンマニアなんですけど、僕の方が詳しいからね、という感じで、もうオリジナルアルバム全部聞き倒して、もう本当にガチ勢、ガチ勢のこのユーミンマニアが、選ぶ今年よく聞いたユーミンの曲だったりとか、そういうのをベスト5、iPod の再生数とか、まあライブ映像とか、まあいろんなの聞いたり見たりしたんで、まあそれで集計やっとって、ベスト5、5曲選んだんで、それを発表するっていうね、本当に単純明快な、ね、動画になっておりますんで、まあおとなしく聞いてください。僕の独断と偏見、感性で選んだ5曲になります。はい、という感じで、もう早速やっていきましょうか。じゃあ5位からいきます。5位はね、これです。はい。ドーンパープル収録のハッピーバースデートゥーユーね。ヴィーナスの誕生っていうサブタイトルの。これのね、ドーンパープルの1曲目の曲で、まあベスト版とかにもね、入ってたと思います。まあ僕はあんまベスト版聞かないんで、もうオリジナルアルバムね、これ全部聞いちゃってるんで、ベスト版聞く必要がないんでね。という感じで、まあ確かね、ユーミンからの恋の歌じゃないか。なんだっけ。日本の恋とユーミンとっていうね、ベスト版。35周年記念かなんかに出た、ちょっとすいません。出します。これですね。はい、これ。多分40周年だ。40周年の時に出た、このアルバム。これね、ゴールドディスクの方です。これね、僕中身ゴールドディスクだったんですよ。うん、中身開けるのめんどくさいんで見せないんですけど、そんな感じで、まあ2個持ってんだけど、これに確かハッピーバースデートゥーユーは、そう、3枚目に収録されてますね。あんま僕、ベスト版聞かないんで、うん、ちょっと、そうね、把握しきれてなかったんですけど、これにも入ってます。という感じで、ベスト版にも入ってるぐらい、まあ結構、まあ人気もあるし、有名な曲。まあ出産をね、出産を歌った曲なんだけど、まあ、僕男なんで、その出産の痛みとか、分かろうと思っても絶対分かりきれないんで、まあその、ユーミンの曲で、あ、こんな感じなんだみたいな、激しい痛みが来るわと、ハッピーバースデートゥーユーと、まあそういう曲で、去年のタイムマシンツアー、去年のそのタイムマシンツアー僕行ったんですけど、に、武道館公演ね、うん、聞けてよかったですね。生で聞きました、僕、本当に。もう大好きだし、今回ね、今年ね、僕網膜剥離で手術、生まれて初めて、全身麻酔での手術っていうのを体験して、なんか、頭の中で流れたんですよね。まあ、出産と全く関係ないけど、まあ、めっちゃ痛かったし、網膜剥離、本当に目がめっちゃ痛かったんで、うわみたいな、激しい痛みが来るわっていうその歌詞があるんですけど、なんか、それと重なったと言いますか、なんか、うわ、これ痛えみたいな感じで、そう、激しい痛みが来るわ、本当になんかリンクしてたんで、頭の中で流れちゃったんですよね。という感じで、5位に選ばせていただきました。今年はよく聴いたな。うん。という感じで。このアルバム自体もね、めちゃめちゃいい曲、たくさん入ってるんですよ。最後の、9月のセミシグレとか、そう、俺、このアルバムめちゃめちゃ好きで、うん、本当に、エンライとか、そう、サンドキャッスルとか、めっちゃ好きな曲入ってるんで、はい。まあ、おすすめ、アルバムとしてもおすすめです。ドーンパープルの、ハッピーバースデートゥーユー、ヴィーナスの誕生でした。いや、ほんと、ユーミンはね、語ったらキリがないですね。僕、ほんとユーミンもうね、ほんとに物心つく頃から、親が流してたんで、本当にもう、いくらでも語れますね。うん。ユーミンとサザンは。うん。という感じで、じゃあ、4位行きましょうか。4位はね、これですね。はい。ザ・ダンシング・サン収録の砂の惑星。ヨネズの砂の惑星じゃないですよ。ユーミンの砂の惑星ですね。いや、これはね、もう、イントロからなんかもう、独特で、いや、すげえ曲だなと思ったんですよ。僕、最初これを聞いた時ね。うん。いやー、ライブでね、そう、去年の、そのタイムマシンツアーで、生で聞いたんですけど、うわ、いいなーと思って、本当に。いや、ほんとユーミンにしか作れないんじゃないかなっていうぐらい、なんか、ほんと才気溢れる曲だよね。うん、いや、もうイントロから掴まされちゃったんで、もう今でも、何回聞いても飽きないんですよね。砂の惑星。もうヨネズ剣士も、砂の惑星って曲出してますけど、まあ、あれも、あれで好きなんですけど、僕ね。砂の惑星は両方とも好きですね。という感じで。いや、もうユーミンの砂の惑星もめっちゃいいよっていう話です。いや、これはもうライブ映像を僕買って見たんですけど、もう圧巻ですね。ライブ映像も見てて飽きないという感じで、結構今年よく聞いたんで、4位にさせていただきました。はい。4位は、ザ・ダンシング・サン収録の砂の惑星。はい。このアルバムも、まあ、春よ恋が入ってるアルバムですね。うん、という感じで、うん、まあ結構このアルバム自体も、まあいいです。まあ、ユーミンのアルバムね、全部傑作なんでね。はい。じゃあ、3位いきましょうか。3位はね、これですね。うん、これ。はい。ボイジャーですね。ボイジャー。ボイジャー収録のハートブレイクね。そう。幸せは私とだけ。燃えたのはあなたとだけ。
感謝して喜ぶのは小説だけっていう曲なんだけど、これもね去年のタイムマシンツアーでやってくれたんですよね。本当に大好きで、ボイジャーが本当にアルバム自体が好きなんで、そう本当に好き、本当にやってくれてよかったですね。本当ハードブレイクからの結婚ルーレットっていうこの流れがねもう完璧でしたね。うん、いやもう聞いてるだけない、ボイジャー自体も傑作だし、うん、そうまあという感じで今年よく聞いたなと思ったんで3位にさせていただきました。3位はボイジャー収録のハートブレイクになりましたという感じで、じゃあ2位いきましょうか。いや2位はねもうこれはねもう今年の、まあ、ベスト2っていうか2位なんだけど、もうほんとしょっちゅう聞く、実質僕はユーミンの曲で本当になんかもうトップクラスで好き、一番好きなのかも、まあ、今回は今年は2位かもしれないけど本当実質ユーミンの曲で一番好きかもしれないって曲が今回2位でした、まあ、よく聞くっていうのもありますし、2位はこれです。はい、パールピアス収録のパールピアス収録の夕涼みね。いやこれ名曲だよね。なんでこの曲がアルバム曲で、なんでこの曲がそのなんていうのもっと有名じゃないのかみたいな。いや本当にもうこの曲はまあ母親が特に大好きで、まあ僕も大好きなんだけど、いや本当にまあタイムマシンツアーでも生で聴けて、お夕涼みだと思って、いや本当にもう生で聴いたら僕涙出ますね。ハローマイフレンドとこの夕涼みはもう泣いちゃいましたね。2回行ったんですよ、僕。横浜アリーナ公演と日本武道館公演2回行ったんですけど、2回ともハローマイフレンドと夕涼みで泣いちゃいましたね。いや、本当になんかもうメロディーがすごい切ない。そう。窓を開けて風を入れてむせるくらい吸い込んだねって。そう、もうめっちゃいい曲、本当に。歌詞も深いし、メロディーも夏のなんか切なさ。まあ、夕涼みって夏の曲。まあ、確かね、夏、あのね、これだ。まあ、これね。これ、春夏秋冬で分けたベストアルバムなんだけど、これの夏に入ってるんで、まあ、夏の曲だろうと思うんですけど、本当にね、もうめちゃめちゃ、夏の切なさ、すごい蘇りますよね。よく入院中も聴いてました、夕涼み。本当にいい曲だね。本当に好きという感じで、もうこれは実質ユーミンの曲で一番好きな曲かもしれない、今のところ。夕涼み、本当最強の曲ですという感じで、2位は、パールピアス収録の夕涼みになりました。じゃあ、今年よく聴いたのはこれなんですよね、でもね。本当好きなんだけど、夕涼みはね。なんだけど、今年これ意外とよく聴いたなっていうのが今回1位ですね。これです。はい。ミスリム収録の、瞳を閉じてですね。これね、荒井由実時代のアルバムなんだけど、まあ2枚目かな、2枚目のアルバムですね。そう、あれ、ユーミンとしての2枚目のアルバムで、こう、瞳を閉じては、なんか、入院中ね、僕結構、窓の方の、何か、病室だったんよね。で、結構その窓からね、お墓が見えるんですよね、お墓。なんかお墓に囲まれた病院で、で、なんか、まあ、海とか何でも関係ないんだけど、なんか、会いましたね、なんか。瞳を閉じてと、なんか、勝手にリンクしちゃって、まあ、異常だと思うんですけど、なんか、なんてだろう、いや、この説明しづらいんですけど、よく聞いたんですよね、瞳を閉じて。海に行った記憶もほとんどないんだけど、うん、なんだけど、結構その、この瞳を閉じてを聞くだけで、なんか、海が頭の中で思い浮かぶみたいな。海に行かなくたって、なんか海の素晴らしさ、海の青さみたいなのが伝わるんだよね。いや、ここがやっぱりユーミンの凄さだよね。海に行けば海の凄さなんかわかるんだけど、音楽でその海の凄さとか海の青さをなんか表現できるっていうこのユーミンの曲の深さ、素晴らしさっていうのがなんか特に現れている曲かなって僕思いますね。瞳を閉じて今年よく聴いたな。特にハマった、曲かな。今年本当にすごい切ない、いや曲だし大好きですね。確かね、ユーミンからの恋の歌、これだ。45周年の時に出たこのベスト版、これの1枚目のもう1曲目に入ってるんですよね。うん。という感じで、まあ僕はあんまベスト版聞かないんですけど、うん、まあ、ミスリムで聞いてて、まあ改めてね、ベスト版で聞いたときに、ちょっと、ああ、やっぱいいなと思っちゃいましたね。という感じです。じゃあ1位は、今年の1位は、瞳を閉じてでした。ミスリム収録です。という感じで、いや、いかがでしたでしょうか。もう本当ユーミンはね、語ったらキリがないです。本当にマジで。もう好きな曲多いし、好きなアルバム多いし、みたいな。もうアルバム自体も37何枚出してますから、本当にもう、語り尽くしたらキリがないんで、まあ今回は、5曲に絞らせていただきました。という感じで、今日の動画ね、ユーミンもマニアなんだみたいな、
なんかミスチルだけだと思ったけど、本当この人音楽の幅広すぎてすごいなーって思った方はぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。で、僕自身の、Twitter、Instagram もやってますんで、フォローお願いします。で、僕自身もミュージシャンやってますんで、まあ、ユーミンに憧れてやってますんでね、まあ、打倒ユーミンとしてね、まあ、曲作ってますんで、ぜひね、打倒もうユーミンをね、抜かしたいと思うんで、ぜひ、僕の曲聴いてください。僕のチャンネルクリックすると、トップの方に僕のミュージックビデオが出ますんで、聴いてください。という感じで今日の動画は以上です。ありがとうございました。サボタージュ、授業は受けぬが部活には顔を出す。サボタージュ、昼夜が逆転、朝寝て夜起きる。サボタージュ、教師の呼び出し寛容で知らぬ。サボタージュ、自由っていい感じ。反中的なキャンバスなんかじゃ人生までは描きゃしない。言わずもがな一辺倒なサンライズ。はい、そうですか、そう答えてりゃ一時は丸く収まるけど、交換的な解決なんかしない。